マッタレーナ・ディカノッサは、イタリアのカトリック教会の修道女、聖人、カノッサ修道女会の創立者。マッタレーナ・ディカノッサは来た、イタリア・ベローナの公爵、カノッサ家の娘として、生まれ貴族の子女として育ち、父オッタビオは、軍人で、博物学者、地質学者であり、また経験なキリスト教信者でもあった。母テレーザも信仰心のある女性で、 マッタ・レーナを含めた5人の子供を育て、使用人の面倒を見たりした。その両親の下でマッタ・レーナは育ったが、長続きはしなかった。1779年、5歳の頃、父が、遭難死し、2年後の1781年に、母が別の貴族男性と再婚し別れた。マッタ・レーナら兄弟は別の人物に引き取られたが、折り合いが悪く去り、おじ、 ジェロニモの世話になった。マッタレーナは、修道生活に興味が引き、多くの演談を知りぞけ1791年、カルメル海に入り乾燥修道院で生きようとしたが、別の意図があると、修道院長が気づき退会した。彼女は、孤児や貧しい人々のために尽くす使命に気づき、1803年7月1日、二人の女性と共に孤児のための学校を開き、 教育を施した。1808年5月7日、カノッサ修道所会を設立。カノッサは修道会の長として修道会を整え、修道女養成や女子教育に携わり、1835年4月10日、カトリック天礼上の聖金曜日にあたるこの日にカノッサは起点した。カノッサは百四十一年十二月七日、ローマ教皇ピウス十二世により、 劣服され、1988年10月2日、ヨハネ・パウロ2世により劣勢された。ありがとうございます。